かねてより建設中だった海自の、総、夕方潜水艦12隻ですが、すべて収益を迎えました。令和2年には、無事に進水式を迎えたのです。タイゲイという名前は、大きなクジラですが、最初は、変な感じと思ったものですが、慣れるとぴったりだなという気になりますよね。今回は、タイゲイ潜水艦に搭載される新型ソナーについて紹介します。通常動力型潜水艦では、日本は、世界トップクラスと定評があります。ちなみに、アメリカは原子力潜水艦にかけてはトップクラスと言われています。つまり、日本とアメリカの連携が海底でも行われているということだという意見もあるようですね。さて、タイゲイの話をします。2020年10月命名式と進水式を無事に終了した海自の新型潜水艦タイゲイ。先輩潜水艦である、総、夕方11番艦闘竜、12番艦王竜をさらに進化させた艦艇ということです。タイゲイ型1番艦は、推進方式に、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリー、モーターを組み合わせた通常動力型潜水艦で、先輩の、総、流型闘竜以後の艦と同じ推進方式を採用したのですが、タイゲイ派最初から専用で設計されていたのです。このおかげでしょうか、タイゲイ派闘竜などより、はるかかに、長い連続潜航時間と行動範囲を獲得できました。メリットはもっとあります。設置スペースの必要なスターリングエンジンでなくなったことで、艦内の空間が効率的に使えるようになったとされるのです。スペースに余裕ができたので、乗組員の福利厚生についてもメリットがありました。タイゲイから導入された乗組員のジェンダーフリー対策に貢献することになったのです。つまり、潜水艦という狭い空間にもかかわらず、女性乗組員用の休息場所を設定できるようになったのです。おそらく今までは、女の区別はなかったのでしょう。セクハラ問題の発生を防ぐためにも、これは良いニュースですね。タイゲイのサイズを紹介します。船の大きさを示す基準排水量は約3000トン、全長 84.0m、最大幅 9.1m とされています。公表されていない水中排水量は4250トンから4300トンではないかと推測されます。潜水艦にとって最重要ポイントである目であり、耳である装置はソナーです。敵を探知することにも、自身を敵の目から隠すことにも役立つ装置です。タイゲイには、新型の Z99-8 統合式が採用されています。これによって、従来よりも、ターゲットへの探知精度や能力がさらに向上されたのです。こういった装置を駆使して得た情報を兵装と連携することで、ずば抜けた防衛力を持つことになったというわけです。タイゲイの兵装ですが、従来型と同じように、6門の 533mm 魚雷発射管が艦首部分に装備されています。これによって、89式超魚雷や新型の18式超魚雷、対艦ミサイルハープーンを運用できるようになっています。このハープーンは、アメリカのマクドネル・ダグラス社が開発した対艦ミサイルで、西側諸国では、多くの国が採用している、いわばベストセラー兵器です。18式超魚雷は約94億円とも言われる開発費を投入し、2022年2月までに配備を進めていく予定になっているのですが、タイゲイの収益状況によっては、時間的に多少のズレが生じる可能性も囁かれているようです。2018年平成30年12月、発表された防衛大綱によると、潜水艦は22隻を要するという文言が記載されていたようです。現在の状態でいけば、総流型12隻、親潮型9隻、そこにタイゲイを加えると、一応22隻体制にはなると見られます。別の可能性としては、タイゲイ型を8隻建造して、親潮型を2隻以外は代替とするという方法も考えられますし、いっそのこと収益させる潜水艦数を増やすという方向に変わることもあり得るのかもしれません。現在の日本にとっての仮想敵国はお隣の軍事大国中国です。中国海軍が
猛スピードで軍備を増強している状況を考えると、対抗手段として、海自の潜水艦22隻体制を強化することも予想されます。しかし、そうなった場合、問題があるのです。現在でも苦慮している乗組員の確保です。少子高齢化の日本では、人手不足が言われて久しいのですが、公務員とはいえ、拘束時間が長く、規律も、厳しい自衛隊員を希望する若者は少ないと見られます。自衛官の募集に苦慮していることは、折に触れてニュースにもなりますね。余談ですが、批判されながらも、各自治体に、高卒者の名簿を提出するよう命じているのは、それへの対応でしょう。拒否しなければ、勝手に、自治体が、防衛省か、総務省あたりに提出としてしまうんですよね。一般企業としてもこういった名簿は、喉から手が出るほど欲しいものだと思いますけど。隊員には70名ほどが必要ということで、通常動力型潜水艦としては大型ですが、省力化を考えると、課題がある潜水艦とも言えるかもしれません。先輩格である、双竜型が65名だったので、わずか5名とはいえ増えたことは、人員削減が、潮流の現在では、逆行していると感じられますね。では、中国が、隊員型について、どんな見方をしているのか、分析していきましょう。2020年10月21日中国メディアの一つ中国軍網は、隊員についての意見を発表しました。従来型の、双竜から性能がアップし、連続航行期間が2週間になったことに注目して、我が国は警戒する必要があるという見解を公表したのです。隊員の水中での静粛性に特に注目しているようです。静粛性が高いと敵に見つかりにくいのは言うまでもありませんね。中国軍網は、隊員は優れた性能を持つからこそ、これを探知、発見して追尾することは難しいとまで評価したそうです。隊員の高スペックは事実ではありますが、中国メディアにあまり持ち上げられるのも、ちょっと気味悪い感じがしませんか？裏がありそうで安心できませんね。また、もう一つの中国メディアの意見も紹介してみます。2020年10月17日の今日頭上というメディアです。前述の中国軍網とほぼ同じ見方をしているのですが、あくまでも、隊員派通常動力型潜水艦としては優秀な潜水艦と述べています。ということは、逆説的に、原潜の優位を主張しているようですよ。つまり、中国は、新型の原子力潜水艦を持っているから、通常動力型潜水艦である、隊員がどんなに優れていても、中国の原潜を上回ることはないという結論を下したわけです。確かに、原潜は、燃料補給がほとんど不要で、水中移動時にも高スピードが出る素晴らしいものでしょう。しかも、一旦稼働したら、理論上は、永遠に海中に潜んで言われると言われます。乗員のメンタル、福利厚生は完全スルーしての話ですが。しかし、中国は、対潜哨戒能力では、日本やアメリカには劣ると見られています。ですかに、このままでいてほしいものだという声がちらほらと。何回か取り上げていますが、非核三原則のある日本では、原子力潜水艦は保有できません。中国には、同じ土俵に、上ガラス、今日、頭上の意見を聞いて、やっぱり、我々の原潜がナンバー1、と思い込んで、通常型潜水艦についていろいろと探らないようにしてもらいたいですね。原潜の力を過信して通常型を舐めてかかるぐらいの方がこちらにとっては有利なので、通常型の潜水艦なんてものは存在しないと考えてもらった方がありがたいという声もあるようですよ。まあ、孫子を産んだ国ですからね、こちらの思惑通りに行くとは思えません。むしろ、こちらが舐めてかからないようにしたいものです。
海上自衛隊護衛艦加賀の改修工事が完了し、認証テスト待ちに F-35B 戦闘機の運用も本格的に始まろうとしています。F-35B 戦闘機の配備先は、新田原基地と決定しました。今回は、護衛艦いすも、加賀における F-35B 戦闘機の運用について見ていきます。今更、F-35B 戦闘機が必要なのかと疑問視される中、無人機導入も進みつつあります。次世代戦闘機が必要になるのかどうかも、不明な状況へ向かっています。世界中の兵器が一変している状況という声もあります。2024年4月現在、海上自衛隊最大の規模を誇る出雲型ヘリコプター搭載型護衛艦出雲、加賀の2隻に固定翼艦載機を搭載し、運用するための改修を段階的に進めています。ロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2の中でも、短距離離陸と垂直着陸が可能な B 型を艦載機にする方向で準備が進められていて、実現すれば戦後初の航空母艦保有ということになるわけです。日本では F-35 ライトニング2について、空自が通常滑走路使用の A 型を105機、B 型を42機、合計で147機の調達分の予算化がすでに確定しているので、今のところ本国アメリカに次ぐ世界で2番目に多い調達数になっています。実はアメリカ以外では F-35 ライトニング2の全種を対象にした場合、調達予定数が100機を超えている国は日本とイギリスぐらいで、次に多いオーストラリアでも72機ということです。イギリスではクイーン・エリザベス級航空母艦の1番艦で、ネームシップのクイーン・エリザベスと、2番艦プリンス・オブ・ウェールズの艦載機として、B 型のみが調達されています。2015年前後、イギリスは、F-35 ライトニング2 B 型の調達予定数を、マックス138機ほどを計画していましたが、近年は、高価な機体の購入にブレーキがかけられ、予定より大幅減の48機になる可能性が現実味を帯びてきているとのことです。こういったイギリスのような当初計画からの方針転換は、ヨーロッパの西側諸国にとって程度の差はあるものの、似たような状況なのです。冷戦終結後の流れとして、今後、ヨーロッパでは従来のような形の戦争が起きる可能性は限りなく低いという判断があったからです。イギリスを含むヨーロッパの西側諸国の多数が、ロシアを最大の仮想敵国とする方針は変わらないものの、従来のような戦闘機、艦艇、戦車、火砲といった兵器の数を削減する傾向が多かったのです。しかし、ご存知のように、2022年2月、ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始したため、地理的にロシアに近い旧東欧諸国のポーランド等を筆頭に、陸上戦力の大幅な増強を始めた国も出始めるようになりました。ロシア・ウクライナ戦争という非常事態の発生を受け、ドイツやイギリスなどの政権も軍事費増額を政策として打ち出したのですが、イギリスが再び F-35 ライトニング 2B 型の調達に動くかは不明です。しかし、イギリス海軍のクイーン・エリザベスらの空母打撃群は、万一の事態に備えて北海に展開していると報じられるなど、同艦が就役するまで、一時は保有が途絶えていた航空母艦を有効活用しつつあると見られています。航空母艦クイーン・エリザベスらの空母打撃群はイギリス海軍所属ですが、艦載機の F-35 ライトニング 2B 型は空軍の所属です。さらに、この艦は、アメリカ海兵隊の飛行隊をも収容しているのです。理由として、イギリス空軍の F-35 ライトニング 2B 型の数だけでは、クイーン・エリザベスらの空母打撃群に必要となるキャパシティに余裕があることと、今後の同盟国として、アメリカとの連携を深める側面があるためと思われます。また、アメリカの保有する強襲揚陸艦にも、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用が進められていますが、こちらも、艦艇は海軍、艦載機は海兵隊と所属する組織は別なので、同期の性質を物語るものになっていると言われます。
イギリスやアメリカでの F3 後ライトニング 2B 型の運用方式と同じような手法が日本でも行われる予定です。出雲型護衛艦は海上自衛隊、 F3 後ライトニング 2B 型は航空自衛隊に所属する予定での準備が進められています。こういった運用体制について、海自はこれまで敵の潜水艦への対潜哨戒を中心とした任務を想定していましたが、空自は対艦攻撃を主眼に置く想定なので、相入れないのではないかと連携の危うさを指摘する声もあるようです。アメリカ軍ならば、ワスプ級やアメリカ級などの強襲揚陸艦に、戦闘機の F35 ライトニング 2B 型を艦載機として用いるだけではなく、輸送機として多数の MV-22 オスプレイを運用する体制となっています。MV-22 オスプレイは、アメリカ海兵隊用のティルトローター機とその名前を知られている機体ですが、従来から運用していた回転翼機で、中型の CH-46C ナイトに比べると、圧倒的な効率を発揮することでも知られている機体です。実は、MV-22 オスプレイは、従来の CH-46C ナイトに比べて、移動速度は約倍、作戦行動半径はおよそ4倍、兵員の搭載量もおよそ倍、そして、貨物の積載量では約3倍に相当すると言われていて、飛躍的に作戦の幅を広げているのです。この MV-22 オスプレイがあるからこそ、アメリカ軍の強襲揚陸艦は、迅速で強固な補給体制が構築できていると言っても過言ではないでしょう。作戦遂行能力を非常に高度な効率で発揮できると推測されているようです。一方、日本の場合、出雲型護衛艦を改修して航空母艦化したとしても、航空自衛隊はオスプレイのような機体は保有していないので、物資や人員の大量輸送を直接担うのは、事実上、困難と言わざるを得ません。陸上自衛隊は、V-22 オスプレイとして、2021年度末の段階で、9機保有している状態ですが、今後も航空自衛隊がこうした機体の調達を独自に行う予定はないので、そことの連携も必要になってくると思われます。その場合、出雲型護衛艦等の艦艇が海上自衛隊 F35 ライトニング 2B 型等の戦闘機が航空自衛隊、そして V-22 オスプレイ等の輸送機は陸上自衛隊と全ての所属が異なるので、指揮命令系統の一元化が求められることになります。こうした陸、海、空の3自衛隊にまたがる連携の必要性を考慮すると、調整が非常に困難というのは、想像に難くありません。しかし、尖閣諸島等の南西諸島防衛という現実を考えた場合、どうしても横断的な運用を実現する必要があるのでしょう。ただしあくまでも試験ですが、今、まさに、航空母艦化改修中の出雲型護衛艦2隻とその艦載機の F35 ライトニング 2B 型については、あまりに多くのものをその運用に求めすぎるのは酷ではないかという声もあるようです。出雲型護衛艦は2009年平成21年8月末の次年度2010年の防衛予算概算要求で建造が計画されたものです。海上自衛隊としては初めて固定翼機の運用も視野に入れ、設計が行われたもので、いわば、実験艦としての役割が大きいとされました。2008年時点ですでに出雲型護衛艦に関しては、海自内部では、F35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する能力を見据えていたとされましたが、当時の時代背景を考えると、政治的にも、日本が航空母艦を保有するのはタブー視されていました。そのため、海上自衛隊が独断でこうした決定を下せませんから、将来的な F35 ライトニング 2B 型の艦載機化を視野に入れ、重量や大きさに対処可能なエレベーター、飛行甲板の使用を盛り込んだ点は評価されても良いという声があります。先見の明があったと言いたいのでしょうか。出雲型護衛艦は航空母艦化改修が終了しても、F35 ライトニング 2B などの艦内への収容数は10機プラスアルファと見られます。この数は決して多くはありませんが、固定翼機を運用する艦艇のテストケースと考えれば仕方ないとも思われますね。
海上自衛隊の最新型哨戒ヘリ SH-60 リッターが初公開したとの情報をキャッチしました。今回は、見た目は、同じ中身は、別物の哨戒ヘリ SH-60 リッターを詳しく見ていきますね。操作性とネットワーク能力を強化した新型ヘリに、1-2式魚雷の運用能力も付与され、2024年度分で、6機を665億円の調達予算が計上。もはや、プレステから、いきなりプレステ5にマジヤバい。海上自衛隊では、去る2024年3月末にマスメディアに向けて、新型の哨戒ヘリコプターである SH-60 リッターの公開を実施、今後の同隊内での主に対潜哨戒任務を担うであろう機体を、広く、一般の国民に対して知らせる対応を行った。SH-60 リッターは、三菱重工業社と防衛省の協業によって開発された回転翼機であり、現在の海上自衛隊が保有、運用を行っている主力哨戒ヘリコプターの SH-60kg の発展、改良版として、昨年2023年12月に完成を終えた機体である。この SH-60 リッターは、2021年9月の時点で、試作の機体2機が防衛装備庁に引き渡され、以後、各種の性能テスト等を経て前述したおよそ1年3ヶ月後の2023年12月に開発が完了。そこから量産化が進められるフェーズへと移行している。ただし、新型の哨戒ヘリコプターとはいえ、この最新型の SH-60 リッターは、全モデルである SH-60kg と見た目の相違点はほぼ見当たらず、素人目には、コララ両機を外から見比べても、どちらが最新型なのかを言い当てることは難しいだろうと思われる。そのため、全モデルの SH-60kg から、最新型である、SH-60 リッターの変更点はといえば、それは、機体内部の操作系統の設備が大きく近代化されたものということができ、かつ、友軍との通信能力や情報のネットワーク能力等が著しく強化されていると言える。こうした点に加えて、全モデルの SH-60kg は、海外派遣、ソマリアの沖合での対海賊対策任務への従事を通して明らかとなった。中東地域などの気温の高い環境下で、機関部の出力が不足するという、事態にも対策が施された形となっている。具体的には、全モデルの SH-60kg と最新型である SH-60 リッターは、同様の機関部を搭載はしているが、機関部そのものではなく、そこで発生させる力を回転翼に伝えるための駆動系の改善によって、出力の強化を図ったと説明されている。これは、気温の高い環境下では、機関部に吸入する空気が、どうしても密度的に低下しているため、従来想定されていた日本の周辺のような、比較的に低い気温下での運用時と同様な運動性能を発揮できないという点から改善されたものである。こうした地道な動力性能の改善にプラスして、全モデルの SH-60kg から、最新型の SH-60 リッターでは、機体内部の操作系統が大きく近代化され、前者では操縦席に6系のディスプレイ、副操縦席では別の操作機器が配置されていた。この作りが最新型の SH-60 リッターでは大きく刷新され、操縦席、副操縦席とも共通の4つで大型化されたディスプレイが採用され、画面自体もフルカラーで、かつダイレクトにアクセスするタッチパネル方式に変更されている。これによって、操縦席、副操縦席とも、同様の内容を、確認、操作可能な形式となり、大幅に、操作性の向上が実現されており、いわばスマートフォンやパブレットのようなたやすさで、各種の操作が行える形へと進化している。こうしたディスプレイの進化と並行して、前述したように、友軍の他の装備との通信能力や、情報のネットワーク能力等が、著しく強化されているため、機体単機ではなく、システムとしての総合力で、哨戒能力を高めていると説明されている。また、こうした追潜哨戒を主任務とする回転翼機では、従来までは、磁気が海面へと下ろす、吊るし下げ方式のソーナーを使用し、
海中に潜む敵潜水艦を探索、探知し、その監視の特定を行う行動が一連の工程とされてきた。しかし、最新型の SH-60 リッターでは、友軍の領域である他の機体が、それぞれの吊るし下げ方式のソーナーで収集した海中の音波情報を集約して共有することが可能な、マルチスタティックを行えるように進化している。これによって、敵の潜水艦を探索、探知士監視の特定を行う能力が大幅に向上したとされ、かつ、複数の機体で、この行動を行うことによってより広範な範囲をカバーすることが可能となり、その点からも高い効果が見込まれている。最新型の SH-60 リッターでは、こうした主任務である対戦勝海時に使用する、磁気が海面へと下ろす吊るし下げ方式のソーナーに関しても、従来までと比較して、状況に応じて容易に脱着が可能な仕様となっており、運用の幅も増加しているとされる。こうした細かな点の改良に加えて、SH-60 リッターでは、さらに、搭乗者の負担を大幅に削減する、オートパイロット機能が実装されており、これにより、搭乗者の技量に左右されがちであった飛行時の機体の制御も、安全に高いレベルで担保されると期待されている。これまで見てきたように、全モデルの SH-60 キロと外観上の変更は、ほとんどないと言える最新型の SH-60 リッターだけに、その仕様の全長 19.8 メートル、全幅 16.4 メートル、ローター展開時、全高 5.4 メートルというサイズにも、両者に変更はない。機関部も前述した通り、同様の T700IHI401C242 に機搭載している点も同様であり、そうした意味からは、我々の一般の生活の中で例えるならば、外観は、同様の自動車が、計器類や電子機器を刷新し、アップデートしたような形かもしれない。外観上にほとんど変更が加えられていないという点は、全モデルの SH-60 キロと最新型の SH-60 リッターでは、およそ6割から7割もの部品の共通性を持つとされていることにも寄与しており、製造設備やメンテナンスコストの上からも有益であろう。したがって、全モデルの SH-60 キロと最新型の SH-60 リッターでは、運用可能な兵装も引き継がれており、アメリカ製のマーク46や国産の旧な名式といった対戦魚雷、アメリカ製の空対艦ミサイルの AGM-114 ヘルファイア等を運用可能となっている。これらに加えて、SH-60 リッターでは2012年に正式採用された国産の1人式魚雷の運用能力も付与されており、対戦哨戒用のヘリコプターとして、敵潜水艦の探知、発見後の排除についても、十分な攻撃能力を有していると言えるだろう。SH-60 リッターの海上自衛隊における保有機数は、2023年度末で、2021年9月に納入された試作機2機ではあるが、2023年度防衛予算で6機を603億円、同2024年度分で、6機を665億円の調達予算が計上されており、今後も順次追加が想定される。しかし、海上自衛隊の艦艇の中で、対戦哨戒用のヘリコプター搭載護衛艦として、最大14機の収容能力を誇る出雲型2隻には、固定翼の短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする航空母艦化改修が進められていることもあり、当初の想定よりも、取得数の削減が行われている。現在の主力哨戒ヘリコプターである、全モデルの SH-60 キロは、海上自衛隊においては、023年度末で、総数73機が保有、運用されているが、こうした出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の件もあり、最新型の SH-60 リッターの最終的な調達数は未定でもある。一応、2年ほど前の2022年の時点では、SH-60 リッターを80機調達した場合のコストの試算は、1機あたりがおよそ81億円とされていたが、2023年度予算6機603億円は、同およそ1機100億円、同2024年度分6機665億円は、1機あたり、同およそ110億円に相当する。今後の量産化で、こうした1機あたりの製造コストは、多少は低下する可能性もあろうが、円高や世界的な資材コスト、物流コストの高騰を鑑みれば、
正直一機あたりおよそ81億円というコストの実現は困難ではないだろうか。また、今後においては、今のロシア・ウクライナ戦争でも顕著なように、有人機と単純比較すれば、はるかに安価な無人航空機の開発が加速しており、こうした追戦哨戒用途の分野でも、その傾向は、強まりこそすれ弱まることは考えにくいと思われる。それにしても、SH-60 リッターの大元である、アメリカは、シコルスキーエアクラフト社の SH-60 シーホークは、1979年に運用が開始された機体であり、対称戦を行わない、こうした機体は、軽く、半世紀以上も生産が続く、息の長い装備となりそうだ。